代表選考のセカンドは本当に激戦区で誰を選ぶのかではなく誰を落とすかなんですよ。まず山田君や菊池君、彼らは経験もあるしやっぱり信頼できますよね。攻撃的にいくらなら浅村君や友崎君という選択肢もあります。吉川君、山木君みたいな成長著しい若者なら元気あるプレーを見せてくれそうですよね。はぁ、あ、落としたいなぁ。ポグセビック。